台湾の教育、台湾の教育、エデュケーションイン台湾として、この項目では、台湾の教育について解説する。台湾の教育の現状は1968年に、中華民国政府が義務教育期間を9年と定めたことにより、確立された。6年生の国民小学、略称は、国小、日本の小学校に相当及び3年生の国民中学、 略称は国中。日本の中学校に相当を義務教育と定めている。義務教育を卒業した95%以上の生徒が3年生の高級中学、略称は高中。日本の普通科高等学校に相当あるいは高級職業学校、略称は高職。職業高等学校に相当へと入学試験を経て進学している。 高等教育は現在ある百七十2大学院校によって提供される。こと年十四万名が一月末から二月初に実施される全国統一の大学学則を経て、十一万名の受験者が七月一日から七月三日に実施される大学試行を目指。現在約七十三パーセントの受験者が合格しており、これとは別に十八万名の受験者が四月中旬に、 参加する四義に戦闘則が存在している。台湾には153所大学院校が、研究所、日本の大学院に、相当を設置し、研究者制を実施しているが、海外留学を目指す学生も、少なくない。国立アカデミーとして、中華民国総統府の配下に、中央研究員が存在する。ハイライト部は、義務教育。台湾には、国立普通大学の20校。 私立普通大学の26校、国立芸術大学の3校、国立体育学院定育の3校、私立医科大学が3校、私立医薬大学の1校、私立管理学院の5校、以上61校の大学を一般大学と分類している。この他国立師範大学が6校、国立教育大学の6校を師範大学と分類し、以上70校の大学は、 全国統一の大学試向による入学者、専攻システムとなっている。それ以外の国立科技大学9校、私立科技大学の23校、国立技術学院の8校、私立技術学院の37校、国立専科学校の3校、私立専科学校の13校、以上93校の技術系大学は、全国統一の4議に先頭速に呼べと、 入学者専攻を行うシステムとなっている。このほか軍関係の7校、警察関係で2校の高等教育機関が設けられているが、これらは独自の入学者専攻を個別に実施している。台湾での学校教育活動が始められたのは1630年代で、あり、オランダ統治時代に遡ることができる。 当時オランダ東インド会社の交易船に同乗して台湾にやってきた宣教師官ディデュースはローマ字を使用して信仰号付近に居住していたマトダイラ補足言語を表記し聖書に関する講義を行っていたこの時使用されたローマ字表記を教育が行われた地名にちなみ信仰文あるいは信仰文字と称されている1636年オランダの宣教師 ロバートス・ジュニスは、信仰者に学校を設立したイラ補足の指定に対し、信仰文の教授と聖書の教育を開始した。これ以降部表補足者の中で、次々と宣教師による教育機能の整備が進められ、台湾における教育の早々期であると言える。台湾に本格的な教育機構と制度が整備されたのは、鄭成功による統治機関である。 1661年、帝政公は、オランダ勢力を台湾から駆逐し、その翌年息子の定業により、政権が継承されると、官人の陳久家は、積極的に台湾の教育事業を推進した。1666年、陳久家は、当時の台湾の首都である、上天府に、台湾発の孔子廟を建設し、その、左久市内に太額学を設置した。 これが台湾における初めての管理の教育機関であり、儒学や漢学と称されていた。儒教を中心とした教育が行われていた。1683年、清朝による台湾統治が開始されると、安史開孝史郎が西堤防書院を設立した。これは無料で教育を実施する理学であった。1704年、清朝政府は台湾に 漢人の伝統的な書院、数文書院を台南に設立した。このように1683年から1895年にかけて台湾には数十の書院が設立され、当時中国大陸ではほとんどの書院が私営であったのと対照的に多くは官営、または官民共同で運営されていた。この時期の台湾では儒学、義学、書院以外に個人による 小規模の処防と称される教育機関も多数存在していた。1895年日清戦争後、台湾は日本に割譲された。1895年7月14日、初代台湾総督府学務部長、伊沢修司により台湾の教育政策が策定され、当時日本でも実施されていなかった児童義務教育を実施し、1895年、台湾総督府は、 台北市芝山岩に最初の様式教育施設として台湾発の小学校、現在の台北市立市林国民小学が開校した。その後、六市先生事件が発生したことを受け、1896年に国語練習所を設置、台湾国内における日本語教育を開始した。1898年に国語練習所は高学校に昇格され、 1941年には日本本土の改変に伴い国民学校と解消された。1943年における統計では台湾全国に小学校は1099校が設置され、そこで学ぶ児童数は93万2525 25人と義務教育は71%と日本本土に次いで高い水準を誇っていた。これら高学校、小学校、 国民学校の制度以外に、台湾の現住民への教育を目的として、シゲル堂教育所及び万人工学校が設置されていた。中等教育においては、教育を普及させるための教員要請を目的とした、公費給付による市販学校制度が整備された。重要なものとしては、台北市販学校、現在の台北市立教育大学と台南市販学学校、 在の国立台南大学などが挙げられる。これ以外には、当時の経済状況を反映した実業学校系の整備が行われ、多くの商業系、工業系、農業系、漁業系の中等教育機関が設立された。高等教育には関しては、当初は日本人学生のみの入学に制限する教育機関が大部分を占め、台湾人が 修学可能な高等教育機関は、台中中学校など数校に過ぎなかった。その制限も時代と共に撤廃されるようになり、大学教育機関として1928年に台北帝国大学が設立された頃には、少なからずの台湾人が高等教育を受けるようになっていた。また当時は日本への留学も盛んであり、1945年の資料には、 日本本土留学経験者は20万人を超えていたと、ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。